こんちゃめちゃくちゃ苦しくて吐きそうな翔太です。えー、今回なんですけど、まあ、ちょっとですね、本日中にやっておいた方がいいかなと、まあ、私個人がですね、思うことについて話していこうかなというふうに思います。あの、まあ、ただの私の予想なんで、あの間違ったら、えー、大変申し訳ないです。えー、まず1点目ですね、えー。まず1点目はですね、皆さんやってほしいんですけど、総選挙ですね。えー、とこちらなんですけど、 まあちょっとですね前回、初日にですねオート設定していてもですねなんか2日目以降、あ,のあんまりオート設定うまくいってなかったっていうところがあったので私だけかもしれないですけどあのまあま改めてですねえ今日からオート設定してもらうのをおすすめします。今回はですねえまあ各陣営ごとにですねえまあ投票を入れていくっていうところでまあ好きなキャラクターがいる方はそのキャラクターに投票してもらえばいいと思いますしまんべんなく投票したい方はですねまんべんなく投票していただければいい かなといいう,うに思いまた、まあ、多分ですね、あのうまくいかないんじゃないかなと、まあ、ちょっと前回ですね、えー、この準備段階の時きに、まあ、応援です、ねえー、していたとしても、ちょっと私は少なくともうまくいかなかったとっいうところがあるんで、えー、まああの皆さんですね、あれこれ、投票できちゃうできないですよね。あちょっとまだ準備段階なんてできないですし、オート投票設定ですね、これをやってもちょっとうまくいかなかったとっいうところがあるんですけど、 あのまあ、今日ですね改めて、えー、っとこのキャラに入れるつもりはなかったんですけどあの改めてですね、えー、やっていただくといいかなと思います。 でもう一つがですね、えー、こちらですね、えー、孫将校ですね、ちょっとそろそろ課金した方がいいかなというふうに思います。えー、というのもですね、こちらの孫将校ですね、初チャージするとすぐにもらえるというわけではなくですね、はえー、チャージしたらですね、1日目、2日目、3日目と、えー、まあ3日にわたってですね、えー、まあだんだんレアリティが上のキャラクター、孫将校が手に入るというふうなものになっています。で一応ですね、あの外れるかもしれないんですけど、私の予想としてはですね、金曜日に、 孫昌子の MR アバターのガチャが来るかなというふうに思っていて、まあ、その前提でいくとですね、えー、本日、まあ、水曜日なのかなというふうに思うんですけど、えー、水曜日に課金していただくと水曜日に SSR までゲットしてきて、えー、木曜日に UR、えー、で金曜日に UR 線で、えー、MR のガチャ実装というふうな感じのなあの綺麗なです、ね、流れを作ることができるというふうなところがありますので個人的にはですね、えー、そういった使い方をしあの まあ、金曜日に来る前提で、まあ、今日課金していただくのがいいのかなと遅くとも、えー、思います、まああのー、一応ですね MR のガチャが来た時にちょっとどういう感じで来るか分かんないんですけど、あのー、UR 線まで持っていないと引けないのか、まあ、もしくは無課金の方でも SR から引けますようなのか、まあ、ちょっとどっちで来るか分かんないですがあのススクラくトもですね、えー、と MR のガチャの えー、回数っていうのがですね、無料で弾ける回数が減ってしまうというところになってしまうので、まあ、金曜日の段階で URL アバターまであの持っておくつもりであれば、取るつもりなのであれば持っておいた方がいいかなと思いますので、まあ、ちょっと個人的には本日中にですね、課金していただきたいなというふうに思います。まあ、課金のおすすめとしてはですね、ちょっと、うーん、そうですね、あのー、春巻中継地層が終わってしまったんで、は風前ひざくら、 これか、これをちょっと課金するのはどうなのかっていうところはあるんですけど、やっぱりまあ、あのー、総傷粉って別に160円課金したら取れるものになりますんで、えー、まあ160円だけ課金したいって方は、まあ、やっぱり収課金が一番お得かなとは思うので、風前日桜がいいのかなというふうに思います。まあ、ある程度課金するぜって方はですね、超マネきツバキとかハッピーゲストもセットで買ってもらうと、 えーまあ、1000円のチャージですね、達成することができるんでいいんじゃないかなというふうに、えー、思いますね。一応、まあ、1000円です、ね、チャージしていただくと VIP2 に、えー、なることができますので、まあ、VIP2 まで行くとですね、えーまあ、ちょっと得点が増えたりとかしますんで、まあ、あと、ひ、あ、め、のー、プレイの大津自動戦闘ですね、えー、参加とかもできるようになったりするんで、まあ、個人的にはですね、そういった、えーまあ、VIP2 目指すって方は、今回の終儀譜ですね、まとめて買っちゃってもらって、160円だけの方は、まあ、 ちょっともったいない気もしますけど、えー、風間ひたからですね、やってもらうといいかなというふうに思います。まあ、ちょっと、まあ多分、孫昌子、ガチャで来る言うてるんで、まあ一週間限定のガチャで、まあまた再販することもあるかもぐらいの感じのガチャなのかなというふうに思うんで。 うんそう、そんな感じかなと思います。東博とかもですね、ログインボーナスのキャラクターだったのにもかかわらず、やっぱりガチャで来るときは1週間しか来なかったんで、まあ、孫昌子もそんな感じかなと思うので、まあ、取れるときに取っておきたいと。で、ガチャが解放されないかもしれないんで、孫昌子持ってないと。っていうところで、まあ、ちょっと、まあ、孫昌子は160円、まあ、 でえーまあ、大体、まあ、もうすぐ来るっていうのが分かっているので、ちょっとこのようにお勧めさせていただこうかなというふうに思いました。あのもちろんですねあの、来てからじゃないと絶対取らないっていう方もいらっしゃると思うんで、別にそれはそれでいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとですね、私は。 まあちょっとも、あの、もし、仮に金曜日に来たら、もったいない部分が出てしまうのかなというふうに思ったので、えー、先に動画を上げさせていただきました。えー、今回の動画はここまでにしようと思います。これからも、放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。